稽古目を澄ましては原案っていう、表記ですよね。だから、そのアダプテーションではあるんだけれども、違いがあると思うんですよ。なんかで実際その、クレジットを原案にするか原作にするかっていうのも、多分自分の中でというか、プロダクション的にもあると思うんだけど、自分の中でそのプロセスの、違いなのか、今回、どういうふうに進めていったか。うん、